初心者だけどモダン操作のダメが 80% になるって聞くとクラシックで始めないとなのかなって。モダンで始めるべきかクラシックで始めるべきかはね、最初やっぱ技出なくて勝てないとかが許せるんであれば、あのクラシックで始め得ではあると思う最初で。だいたい初めの1ヶ月2ヶ月3ヶ月でモダンの方が強いのかクラシックの方が強いのかだいたい結論ついてると思うから、クラシックからモダンに移行する分には絶対簡単ないよ。ただモダンからクラシックに移行するのは多分簡単ではないから、本当にそのただ勝ちたいんであれば最初とりあえずクラシックこすっといて、モダンの方が強いっていう風潮だったらモダン行って、クラシック強いならそのままクラシックみたいな。モダンが強いってなるとクラシックの存在意義が、ただちょっと怪しいよね。ワンチャンクラシックが強いってなるとモダンの存在意義がの方が今濃いのじゃないのかなってちょっと俺は思う。どっちかっていうとモダンが強いキャラとクラシックが強いキャラ分かれるんじゃない、というよりかはどっちかっていうと、そのキャラの対策でモダンとクラシックを使い分けることになりそうだなって感じはする。例えばキャミー戦とかさ、絶対さモダンだと結構楽そうだなって思うよね、推測だけど。その飛びのストライクとかに対してさ、見てから勝利とかは絶対簡単なんやから、自分が使うキャラってよりワンチャン、まあ、自分が使うキャラもそうかもしんないけど、対戦相手キャラによって変えるとかが大事なケース。モダンのデメリットってキャラ替えが大変なことだと思う。あー、それ新しい視点だね。上級者スーパー戦闘の猛者以外はモダンの方が強そう。俺もその意見だね。それもしそうなったら超いいよね。本当の上級者のさ 0.05% はやっぱクラシックの方が強くて、で残りはでもモダンの方が強いみたいな、それなんかいいよね。スト5の昔の格ゲーの地獄を見てきた者たちが面構えが違うみたいな感じで、モダンはかなり魅力的だけどクラシックの方がかっこいい、わかる。なんか俺がちょっと危惧してんのはさ、そのクラシックがかっこいいって風潮流れてもいいけどさ、なんかそれでさ、じゃあ仮にモダンで活躍してる人が出た時でもモダンっしょみたいな、なんかそういうあれ風潮できたらちょっと嫌だなって思うよね。別にモダンでもいいじゃんって思うし。何 MTAT 問題って、自動車免許でオートマ限定の人をバカにする風潮、今 MT 車乗る機会ほぼないのにみたいな。格ゲーの難しいとこコマンドではなくない、俺コマンドだと思うけどね、やっぱ結構コマンドが簡単だったらやっぱもっとなんか強い人増えそうだなって思う。影の大勝利マジ気持ちいいぜこれ。てかそのさ、コマンドがさやっぱさ簡単じゃないとさ、あの好きなキャラ使えへんのよ、自分の好きなキャラだって。俺やっぱ最初さ、竜とか剣みたいな主人公キャラ使いたかったもん。で、最初実際剣触ったんだけどさ、昇竜拳大学無理だもん。やっぱコマンドが出えへんとね、あの、使えるキャラがどんどん限定されていくんよね。だって絶対いるよ。本当はメナと触りたいんだけど、あの、もう難しすぎて無理みたいな。メナとモダンでも変わらずクソむずそう。ただメナとモダンだったら、あれじゃない？勝手にそのアシストコンボやってくれるんじゃない ?V トリガーで。V トリガーから。まあでも俺マジで警察になるわ。もし、クラシックはかっこいい、モダンはダサいみたいなの言ってるやついたら俺、そこは警察になる。ピピーっつって。あなた、解雇中です。クラシックもかっこいい、モダンもかっこいいで、解決だよな。はいはい、モダンモダンみたいなことにならんといいね。やっぱりね、ワンチャンね、俺今ってか最近気づいたけど、ワンチャンそれがね、はいはい、人ぼ人ぼってなってた可能性あるなって思ったのよ、スト5中期ぐらい。
あったなって思った、その可能性は。もし俺一人だけさ、人ボツ買っててさ、俺が一人でずっと勝っててさ、それだったらワンチャン、はいはい、人ボ人ボって言われた可能性あるなって思う。ただやっぱそこでさ、結局、梅さんとか時代さんとか、その、上の人たちがさ、上の人たちも人ボ使い始めたやん。なんかそれでやっぱみんなちゃんと強いなら使おうってなってさ、強い人が使ったからそういう風潮にならなかったんじゃないのかなって最近思う。だからまあ感謝だよね。だからそういう意味でも、もし本当にクラシックよりモダンの方が強いってなったら、俺はねプロがやっぱちゃんと使うべきだと思うわ。だからこそ俺はやっぱもしモダンが強そうであればしっかりモダンに移行したいなって思う。そういうためにも。それでじゃあ新規で勝つ人が出てきてさ、はいはいモダンモダンみたいな言われてたらかわいそうじゃんね。やっぱそれで俺とか使うことによって、あ、プロの中でももう普通にモダンはちゃんと受け入れられてるシステムなんだなっていう風に理解させたいよね。あー前すぎてまんねファイト。いやこれサマータイプできるんだよな多分。うわーなるほど持続。あーこれよくねえな。は？ヘリスキヘリス、そんなコンボあったの？え？減りすぎだろ初めて見たマジか。ちょもう一回自分の負けざま見るか。ここか。いや毒がいい味出してんだよ。ポン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 。相当じゃ連れ入れてるわ。え、なんだねこれ、なんだね。この毒の時間もあるが、まあ634 俺も受け身取れよって話だけど634えぐいなこれ知らんかったわ。